そうそう、本当に八代さん、いやいや、とんでもないです、とんでもないです。ちょっとね、無限に聞きたいことあるんですけど、ちょっと最後にもう一個いいですか、うん、あ、どうぞどうぞ。え、あれですか、その最近、僕もちょっと詳しく知らないんですけど、うん、あの、シャダさんとの関係とかはガチとかではない。あれは偽物です。ああ、いや、そう、ああ、そうなんだ、そうなんだ。そうなんだ、まあ、さ、聞くまでもないでしょ、ヤシシとかね。そうなんだ。あのね、シーナも6年目なのよ。はいはいはい、あ、活動 もう近いですもんね。うんうん、もうそうそう、あの、デビュー時期近いのよね。はいはいはい。1ヶ月ぐらいしか違いないかな。ああ、もう多分あいつも2018年の4月とかだと思うのよね。でも戦友的な。まあ、戦友的な感じではあるかな。まあ、あんま初期絡みなかったけどね。あ、そうなんすね。あ、逆にですか。そうそうそう、逆にってね。逆にデビューとしてなかったんですか。いや、だからね、ジャイカとかはずっと長いんよ。あいつ、にじれじとかでさ。はい、まあ、どちらかというと、やっぱ、ヤシチャイの方って感じ。俺はどっちかっていうと、佐々木と。ああ、まあ、そうですよね。まあ、レバーガチャもね、やってたりみたいな。確かに、確かに。うん。そっか、そっか。あ、じゃあ、あかし、うん、いや、じゃあ、あれか、ヤシシや、じゃあ、一旦、うん、今更よ、そう、6年なんかね、世間だとね、6年目の真実とかね、そうなんですね、そうなんですね、意味不明なこと言われてるけど、うわー、でもこれ6年目からはないでしょ。濁してんじゃない。でもどうなのこれ。いや、濁してんって何言わない。いや、ないない。ほんとっすか。いや、ないない。朝だからって。いや、ないないない。あ、ないっすか。朝だ、いや、ないないない。そんなね、やるわけない。あ、ないか、すいません、社長、僕もテンション上がっちゃって仮にやるとしてさ、マッサル3件投げてきたら狂気でしょ。なかなか攻めてるっすね、確かに。なかなか攻めすぎでしょ。いや、でも聞きたいことをたくさん聞けたっす。ありがとうございます、本当に。あ、いや、とんでもないです、こちらこそ。